日は白曜レイヴンの遊び場並びにキングダムハーツファイナルミックス実況プレイにご来場いただき誠に誠にありがとうございます。動画を始める前に私白曜レイヴンから皆様に謝罪並びに今回の動画に対しての少し弁明の時間を、いただくことをご了承くださいませ。ということで、はい、こんにちは、白曜レイヴンです。ですね、前回の動画から、ちょっと少し期間が空いて、やっとね、キングダムハーツファイナルミックス実況プレイ、続き投稿するわけなんですが、ちょっとね、私のね、シンプルなね、録画ミスで、思いっきりマイク、入れ忘れて録画していたんですよね。後になって、なんか音聞こえないな、マイク切れてるというね、本当に初歩的なしょうもないミスを犯してしまいました。でそれでね、改めて撮り直したんですが、ちょっとね、その最初にやっていた時にあろうことか途中でセーブをしてしまいまして、一部ストーリーがね、前回とちょっとね、欠如している部分がございます。はい、楽しみにしてくださった方々には大変大変本当に申し訳がございませんが、何卒ご了承と、ご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ行ってみよう。はい、こんにちは、白曜レイヴンです。それではキングダムハーツファイナルミックス実況プレイやっていきましょう。オッケー。さあ、前回はね、ピーターパンの世界ネバーランドへやってきた空ご一行、そちらでね、いきなりこちらのフック船長の海賊船にやってきたのいいものの、闇落ちしたリックにまんまとね、そそのかされて、囚われの身となってしまった空たちの前に現れた何やら緑の全身タイツを着た変な少年ピーターパンと一緒に、カイリとウェンディを、救い出すというところで止まっております。はい、では早速ドナルド、君は間違えた、おや、あ、そっか。小僧の親友は冷たいやつだな。お嬢さんを連れてさっさと消えちまった。どこだ、リクはどこに行った。廃墟ホローバスティオン、今は魔女マレフィセントの城さ。お前たちにはたどり着けないがね。はあ、捕まっとるやん、ティン君。それともこのちっこいのを見捨てて後を追いかけるかね。なんて野郎だ。はあ、ソラ、あ、早い。キーブレードを差し出すなら命は助けよう。これはハートレスと違って情けるかい人間だから、ね、よく言うぜ。さ、どっちを選ぶかね。キーブレードか、いた。キーブレード。おお、俺の左手を食ったあのワニ。出ました、フック船長唯一苦手なワニでございます。冗談じゃない、こんなところにいられるか。すみ、あとはお前たちでやっておけ。来るな、あっち行け。さあ、追い込まれた空、ああ、やばい、どうなる。絶対絶命。ああ、飛べ空、信じるんだ、君は飛べる。その声は、あら、飛んだ。はい、ティンカーベルの妖精の粉の力で空も飛べるようになりました。やったね、ピーターパン。君はティンクのことを見捨てなかった。その君を見捨てるわけにはいかないだろ。ピーター、ミスタースミ、逃げるの早い。癒しの力を手に入れた。ケアルはケアルラにパワーアップ、やったね。よし、じゃあドナルド、君は首だ。ピーターパンが仲間にいるとき、空たちは空を飛ぶことができます。あ、ピーターパンがあれなんで、いないとダメなんだね。
ジャンプ中にバツを押すと空を飛べます。飛行中にバツを押すと上昇し、四角を押すと、下降します。 OK、 じゃあ行くよ。お、飛んだ飛んだ、よし。やったね、ふい。あ、スイスイスイと。 OK、 OK。あ、めっちゃ快適。でもリフレック、これガードできないときついね。はい、移動します。さあ、どんどん行こうね。よし、はい、楽勝。おい、ピーター、お前早いよ、くたばるの。新しいエアパイルスができました。ほいほいほい、パレット。オッケー、ほいほい、あ、なに、よし、よし、あ、疲れて疲れて、おいおい、逃げてどうすんだよ、ほい、やり合うぜ。オッケーオッケー、ほい、オッケーオッケー、オッケー、結構遠くまで逃げるね。ほい、よし、オッケー。さあ、どこにいる敵は。ん、どこだ。お、バトルシップやってきたね。これでちょっと面倒くさいから先に倒しておこうか。どうだ、来るぞ。あっ、危ない危ない。ほい、あっ、危ない。よし、よし、じゃあ行くよ。ほいほい、 OK 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 OK。 ほい、オッケー、ナイス。もう君の船終わりだ。スミか、ガキどもを始末したのか。はい、船長、全員海に投げ込んでやりました。うまいね。いや、今度勝って。ピーターパン、貴様、全員海に投げ込みましたよ、船長。残るはフック船長、お前だけだ。覚悟しろよ。さあ、次、ボス戦になりました。おお、バトルチキンをね、来て、グービー、早い、来て。あ、まずちょっとあいつらが投げしよう。いけ、やつが来る。はい、行くよ。俺にどうだ。まずこいつから。よし、危ねえ。ほい、危ねえ。この空中戦を制した者がやっぱりね、もう勝利で鍵だから。さあ、来るか、トッシー。あ、どこに行った、どこに行った、あ、いたいたいた、オッケー。どこに、何自分でも海に降りてんねん、あいつ。あ、行く行く。あ、これまず、あ、おっと、ぽいから今気回復と。あ、ほいほい、オッケー、ナイス。よっしゃ、フック船長、またたな。あれ、何やってんのこいつ。本当に今までのボスだけちょっと異質な感じですよね。なんかすごいコメディ、コメディチックな。でもこいつが何やかに一番強いですよね、あのディズニーのヴィランの中でも。あ、違う、マルセンが一番強いんだから。そんなか、もう一体目の
バトルシップがやってきました。もうフックはもう任せよ、クロコダイルに。あ、ごめんね、あべ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 、よしよし、やっぱ突進が一番きついね。あ、ごめんね、あべあべあべ、よしよし、ほいほい、先に読んで、クーフィー早いって、よし、あぶね、よし、いいよ、パターン読んできた、パターン読んだ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 、どうだ、よしよし、相手人何やってんだよ、あぶね、あーそ、癒すよ、オッケー、オッケー、さあ今行くよ。お待った。あべ。ほいほい。やすよ。よしよし。ほいほい。オッケー。やすよ。あべ。やすよ。危ねえ。やす。最悪。まずはこいつから先に倒す。まずい、やっと。オッケー。あれどこに行った？何やってんの？さあ待たせな、フック、今相手してやるぞ。これでどうだ、うぇ、出てこい、これでどうだ、かかってこいよ、よっ、危ない、やばいやばい、癒すよ、はい、そりゃ、よし、でこっちか、これでどうだ、ほい、これでどうだ、危ない、よし、はた、た、危ない、やす、多分2発ぐらい食らったらね、終わっちゃうと思うんだよね、どうだ、ほい、やべえ、本当はフックと戦いたいんだけど、やっぱバトルシップがね、ちょっとやっぱちょっと抵抗ずっちゃうんだよね。よし、ああ、すぐ油断したか、あぶね、オッケー、おい、ピーター、お前俺の HP ボフ、これでどうだ、あぶね、やすよ、じゃあここで一回無視を、はいはい、よっ、最強、待て、あ、反応が遅かった、これ避け、OK、おいおいおい、ちょっと冷静に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 行くよ、あぶねー、で、ここで OK、 HP ボールすぐなくなるんだけど、よし、行くよ、フック船長はどうかな、いた、おい、おい、呼ぶな、よし、で、ここで一回逃げましょうと、あ、癒すよ、あ、これでどうだ、もう二人ともダウンすの早いって、やつか、あ、追尾追尾、癒すよ、よし、はいはい、
ッケー、あぶね、よけろ、よし、ほいほい、よし、よろ、オッケー、さあ来るよ、突進、はい、行くよと、あ、待ってくれ、あぶねー、よし、ってことで、APアップ、今はいらなかった、今はそれいらなかった、よー、どこに行きよった、ここです、横だ、これでどうだ、はっ、た、へっ、かかってこいよ、ほいっ、はっ、はっ、はっ、やっ、はっ、うん、はい、オッケー、危ない、やっ、癒すよ、よし、一回ちょっと、よけよ、これでどうだ、やっぱ、あいつ邪魔くさいな、まだ、ハートレスこいつ行っただけなのに、こいつの幸いだよ、よしよし、危ない、癒すよ、危ない、ほいっと、危ない、危ねえ、ほいほい、オッケー、ナイス、危ない、よし、オッケー、ナイス回避、素晴らしい、うそうそう、あ、ちょっと早いよ、癒すよ、やべ、MP が、そりゃ、よし、冷静冷静冷静、オッケー、じゃあ、A テルが1個ね、よし、さあ、待たすな、これでどうだ、よいしょ、これでどうだ、ナイス、ナイスグーフィー、どうだ、オッケー、さあもう少しで、もう少しで、あともう少しで勝てる、ここは冷静にいこう、慌てちゃダメ、的確にダメージを与えていく、危ない、怖いから回復、これでどうだ、よし、オッケーオッケー、ああ、危ねえ、ああ、怖い、怖い、そりゃ、はい、来るよ、よし、オッケー、オッケー、ほい、あ、まっ、それは、ポーション、オッケー、オッケー、とりあえずこれ、ちょっと一回乗り切ろうか、あともうちょい、あともうちょい、逃げんなって、オッケー、よし、ただいま、オッケー、よしよし、いるよ、今がチャンス、今がチャンス、やれやれ、よし、オッケー、あ、くるくる、これ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 、さあ、来い、何やってやんすよし、おいおい、おいおい、おいおい、よし、オッケー、よし、シュートよ、よし、あと2回ぐらいでフックにダメージ与えられたらいけそう、危ない、狭いよ今の方、ダメだダメだ、よしよし、オッケーオッケーオッケー、あ、これ待って、危ない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 、よし、今ちょっと油断しちゃったね、よしよし、オッケーオッケー、さあ来るよ、突進、来ないの、よしよし、あ、来る来る、あの、なんか少し後ろに下がった時やったら消えていいね、これ、今も起こんなこと、急にノーモーション行くね、オッケーオッケーオッケー、はい、ナイス、よっしゃ、フックを迎えに行こうじゃねえか、え、あの最初何やってんの、はい、来た、おかえり、待てよ、待て、やめろ、よし、よし、もち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 、やめろ、やめろ、やめろ、よし、これ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 、おー、危ない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 、
今主人公の空と、空中の空を掛け合わせました。どうでもいいね。あー危なかった。めっちゃ今危なかったね。あら、おう、さようなら。はい、そして空はラストアルカナムを覚えました。 OK。 ねえ、カイリの目が覚めなかったのは心がもう…あ、ドナルド急に真面目になんかシリアスに。俺、空を飛んだ。すごいよな、空を飛んだんだ。カイリに話したら信じてくれるかな。ソラ、もう一度ネバーランドに来いよ。今度は二人で飛ぶのさ。信じることができればソラだって飛べるんだ。俺信じてる。絶対カイリに会える。ソラを飛んだことだけじゃない、島を出てからのこと全部話せるって。ティンク、大時計、大時計に何かあるのか。はい、とやってきました。ここはロンドンでございますね。はい、さあ、あの某有名なビッグベンですね、これは。ちなみにレイブ、こんなとこに多分いたらね、普通にあの高所恐怖症なんで多分立ってられませんわ。よっ、元気だったか、ウェンディ。さて、でどうすればいいんだっけ。ほら、おいっと、あーすごい、あ飛べましたね。ここではとりあえず、確かね、時計の針を叩いて、OK。あ、ごめんなさい。叩いて、シンデレラナイト。ほいっと。はい、夜中12時を迎えさせます、強制的に。さあ、子供はもう寝る時間よ。と、そして、なんと、ここの時計台が、この世界の鍵穴なんですよね。で無事このネバーランドの世界の鍵穴も封印されたということで、はい、じゃあナビー組の鍵を手に入れました。船も使わずにあの子を連れてくるとは無茶をしたね。闇の力に頼りすぎると心を闇に食われてしまうよ。生き残りさ、住んでいた世界が消えても心を失わない者もいる。プリンセスを追い求める心の力でここまでたどり着いたようだね。でも安心をし、所詮お前の敵じゃない。お前には力があるんだ。力？そう、
お前自身が気づいていない力さ。さあ、リク、教えてあげるよ。お前の本当の力を。ネバーランドに帰ってしまうの？でもね、ウェンディ、僕らはいつでも会える。君がネバーランドを忘れない限りね。おい、笑いすぎだぞ、ドナルド。ティンクのやつ、またへそを曲げたな。仕方ない。ソラ、しばらく面倒を見てやってよ。おい？え？すごい野草。はい、せ、召喚魔法ティンクを覚えた。やったね。で、ソラはフェアリーハープを手に入れた。お、そしてグライド手に入れました。これは便利。よし。さあ、じゃあ今回もこの世界を救えたということで、今日はここまでにしていきたいと思います。はい、それではまた次回もよろしくお願いします。それでは、ハッキオレイビンでした。またね、バイバイ。予言の可能性、さあ行くぞ。はい、それではシエさん、やっていきましょう。オッケー。はい、ということで、無事ネバーランドをクリアしたというところで、キングダムハーツも、残りあと2つの世界だけとなりました。はい、で次回はね、今回の、ね、動画でフック船長が語っていた廃墟ホローバスティオンという場所が舞台なのですが、ここがね、ちょっとね、多分ってか少し長めのステージになっておりますので、目標としては今まで通り一つのワールド、まあ日本ぐらいで行きたいなとは思っているんですが、多分ね、こことあと最後のラストダンジョンもうちょっとね、少し長めの設定なので多分3本ぐらいだと思うんですよね。つまりまあ予定ではあとこのキングダムハーツ実況も6本ぐらいかなというところでございます。さあ、とうとう後半戦やってまいりました。はい、なるべくね、今年中までにはこのシリーズ終わらせていこうと思いますので、末永くよろしくお願いいたします。末永くっておかしいね。はい、それでは覇気をレイヴェンでした。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。これからもいろいろな動画を投稿していくので、よろしければチャンネル登録、評価、コメントいただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは覇気をレイヴェンでした。またね、バイバイ。